これ非常に素直な音をしてますね。いいと思います。普通にバッキングしててこうやって弾いた時にグッとやっぱ出てくる、この辺のポイントが今まで欲しかったんですけれども、自然な形でやっぱり出てくる今回のこのセッティングですよね。素直で、で作為的ではない感じが非常にやりやすいですね。ステージピアノ にとって一番僕が必要だなと思ってるのは、他の楽器に負けないってことだと思うんですよ。だからそれはもうね、パッと弾いただけでやっぱり分かるっていうのがあります。 CP1、CP4 ずっと流れてくるこ のデジタルピアノの系譜っていうのは、やっぱりどんどんバージョンアップされてるから、まあ、生に負けないっていうのは、このサンプリングのモデルの中ではやっぱりなかなか秀逸なものだと思いますので、木製鍵盤であるということが非常に大きくて、これ何が違うかって、やっぱり指が疲れないんですよね。自然にやっぱりなってくれる、それがやっぱり実際にピアノを弾いてるような感じの気持ちになって演奏できる。その上で今回のようなサンプルがしっかりしてくると、やっぱり生の楽器にも負けずに、ついつい弾きすぎちゃって指を痛めちゃう人っていうのが多いんですけれども、この鍵盤だとそれはないと思いますね。ああ、自然ですね。これも結局やっぱり生ピもそうなんですけれども、ジャズピアノの方とかクラシックの方とか、いろんな方がやっぱり演奏する、そのスタイルに応じて音が生きてくる感じを、実際に生の楽器を弾いた時と同じような気持ちで出てくる。これが一応今までありそうでなかった、左手でこう切り替えられる、やっぱりこういうところが細かいですけれども、ユーザー視線に立ってるかなとやっぱ思いますね。このオンオフがやっぱこのしたのがやっぱりありがたいですね。はっきりとこう食感としてなってるかっていうのがもう一目瞭然として分かるっていうところが、僕らは実際にステージで演奏する人間からすると非常にやりやすいかなと。早速ステージで使ってみたいなと思います。